アクトンメインナイン駅は、イギリスのロンドン西部、アクトンにある、ナショナルレールの駅。グレートウェスタン本線のターミナルである、ロンドンパディントン駅の隣駅である。トラベルカードゾーン3に属する。平日6時40分、10時40分、土曜日8時15時15分のみ駅員がおり、それ以外は、無人駅となる。オイスターカードの改札機と簡易券売機が、設置されている。 パディントン駅とヘイズハーリントン駅との間で、グレートウェスタンレールウェイにより運行される普通列車が発着する。列車の発着は、日中は、おおむね30分ごとで、日曜日には列車が停車しない。2004年にファーストグレートウェスタンが、テムズトレインズから、フランチャイズ権を得た際に、列車の運行が削減され、また22時10分以降のロンドン方向及び22時52分。 以降の西方向への列車がなくなっている。ヒースローコネクトが停車しない唯一の駅でもある。クロスレール1号線が開業する際には、ウェスタンブランチをパディントン駅から先へ運行する列車が1時間あたり8本、発着する予定である。駅前の道路をロンドンバスのルート266、260が通っている。ありがとうございます。